修学旅行のお土産で木刀を買った学生に注意する元駅員の先生。はい、みんなバス乗った？大丈夫？お土産買いましたか？何買ったん？お、いいね、東京バナナ。はい、じゃあ皆さん出発し、木崎お前木刀買ってんな。木刀買うなって言っただろ。おい、手回り金切符買ってもらうよ、290円。いや、払いますじゃないよ。もう、じゃあ先生買い取ります。いくらした？5000。はい、いいよ、先生買います。じゃあ、はい、渡してください。お金渡すので。はい。修学旅行の旅館で夜の見回りをする元駅員の先生。はい、ドアが開きます。もう一度ドア開きます。はい、シービーズ、もう出ろ。はい、ドアが閉まります。